手相、幸運の女神、ラッキーボーイ、周囲を成功に導く手相5選。恋愛的な意味でのパートナーに限らず、一緒に過ごしているだけなのに周囲の運気を上げてしまう人がいます。そんなアゲマン、アゲチンの方に出やすいとされる手相を今回はいくつかシェアしていきたいと思います。もしかしたらあなたも幸運の女神かもしれませんし、ラッキーボーイかもしれませんよ。それでは早速確認してまいりましょう。1. 結婚線が非常に。こちらの線、どこかで見覚えがないでしょうか。結婚線が非常に長く伸び、薬指下の縦線、太陽線まで届いているパターンの手相です。そうですね、こちらは玉残し線と呼ばれる形で、相手とお付き合い、結婚することで経済面でのメリットが享受できるという手相でした。これは見方を変えれば、あなた自身が幸運で相手を成功させてしまう素質があるとも取れます。アゲマン、アゲチンの代表的な手相です。 2. 運命線の横に。運命線とは手相の基本線の一つで、中指に向けて伸びる縦線のことを指します。その線に沿うようにサポート線が出ている方は、お相手への奉仕精神に優れています。その結果、お相手もあなたのことを手助けしてくれるようになり、お互いの人生がうまく回り始めます。 3. 小指の付け根に。小指の付け根部分から5本以上の縦線が出ている方は、他人へのサポートが生きがいになっているタイプです。この線が多くなればなるほど、相手への奉仕精神は高いと言われています。看護職員、介護職員、カウンセラーなど、人の気持ちに寄り添う必要がある職に就かれる方も多いです。愛情深い方ですが、自分を犠牲にしてまで相手に奉仕するのは控えるようにしましょう。必ずウィンウィンの関係を意識するようにしてください。さもないと、相手から奪うことだけを考えている人間の学校の餌食ともなりかねませんから。 4. 感情線の先端が。手相の基本線の一つ、感情線の先端が三つ股に分かれているものを、俗にアゲマン線などと呼ぶことがあります。いわゆる気配り上手な方で、周囲の運気を高めます。ちなみにご自身の運気も高まっている兆候です。幸せや成功をつかみ取れるチャンスと捉えると良いでしょう。なお、まだ認識されていない相手の得意なところや優れたところを引き出す才能にも溢れています。こういう方とお付き合いしたいですよね。 5. 運命線が。運命線があまりはっきりとせず薄い方がいます。こうした方は温厚で控えめな性格であることが多いです。協調性が高く、グループの中で潤滑油的な立ち位置になる傾向にあります。自分がというタイプではなく、他人をサポートしたり引き立てたりするのが上手です。やや自己肯定感が足りない印象や弱々しいイメージがあるので、自信を持って前向きに生きていきましょう。あなたには幸運の女神、ラッキーボーイとも言えるこれらの手相が一つはあったでしょうか。相手や周囲の運気を高めるあなたは、周りからも人気があることが多いです。注意する点は、あなたのことも引き上げてくれるウィンウィンの関係を築ける人を選んで付き合うことです。最も成功するのもあなたのようなタイプですが、奪うだけの人に取り憑かれて最も不幸な人生を送るのもあなたのようなタイプです。もしよかったら、高評価ボタン、チャンネル登録、そしてコメントもお待ちしています。